俳優の綾瀬はるか39、大沢一歳13、森雄介監督が1日東京日比谷を中心に開催中の第37回東京国際映画祭6日までのガラセレクション部門に出品されている映画ルート29、8日公開の舞台挨拶イベントに登壇した。東京国際映画祭に綾瀬が参加するのは意外にも今回が初めて。レッドカーペットでは胸元が大胆に開いた艶やかなドレス姿だったが、この日はラフな白シャツにデニムを姿だった。レッドカーペットの感想を問われると綾瀬は、緊張しました。お客さんやマスコミの方々と距離が近かった。活気もすごくて映画のお祭りなんだなと感じましたとにっこり。大沢はすごい緊張しましたとしながらも、楽しかったですと笑顔を見せていた。また完成披露舞台挨拶では大沢が綾瀬へ手紙を書いた。そこではこの前一緒にご飯行った時も家まで送ってくれて、ママにもドッキリ挨拶もしてくれて、ママは死ぬほどびっくりしたけど綾瀬はるかちゃんは異常に可愛かったと、トンボさんが出てる CM を見るたびにずっと言ってるので、親孝行ができて感謝しています。普段はもっとちゃんとした格好しているとママがずっと言ってるので、今度はうちにご飯を食べてきてくださいと自宅へ誘う公開オファーを行っていた。これが実現したのか問われると、大沢はこの前実現しましたと嬉しそうに報告。綾瀬はすぐ一歳ちゃんが日程いつがいいですかと言ってくれて、すごく楽しかったです。監督も一緒にババ抜きしたり、お母さんの手料理もいただきましたと明かす。大沢は母親の反応を問われ、結構喜んでましたと伝えていた。本作はこちらアミコ2022年で第27回新藤兼人賞金賞をはじめ数多くの賞を受賞し、デビュー作にして多くの映画ファンを魅了した森雄介監督の最新作、詩人中尾太一のルート29解放からインスピレーションを受け、映画の舞台ともなった姫路から鳥取を結ぶ位置本堂の国道29号線を約1ヶ月間旅をして書き上げた脚本を映画化した。